お、ライブ配信されているようですよね。はい、ということで、皆さん、こにゃにゃちわでございます。言っちゃった。これどうしようか迷ったんだけどね。2回、今日は、あれですね、サロンの、体験サロンの2回目を、開催ということで、今日、やらさせていただきます。よろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、体験ということで、Q&A と、ちょっとした演奏をやろうかと思っております。早速なんですけどね、あれですかね、今日皆さん、ドラマの人いっぱいいるんだよね。あんまり関係ないのかな、ちょっとわからないんだけど、質問があれば、どんどん書いちゃってください。20秒後に僕は見るんですけど、なんかありますか？ねえ。最近はね、ちょっとお話しすると、ドラムマガジンがね、コンテスト、大会っていうのかね、そういうのをやってるんですよ。ドラムマガジン、大会みたいなのやってて。で、それを、私のね、生徒さんが何人か出るんですね。で、そこで、そんなの、今やってるんだってことで分かったわけですよ。そういう大会が やってるってことがね、ドラムマガジンコンテストかな。で、おお、で、なんとそれを見たらね、曲を作ってるのが、真旺君が作ってんだってことで、おおって言ってね、聞いてみたら、かっこよかったんですね、曲がね。で、生徒も一生懸命やってるわけですよ。で、私もね、じゃあちょっと、先生もちょっと、叩いてみせてあげようかなんてちょっとやりとりやってたんですね。で、そんなところから、だったらもう、先生バージョン、熊谷バージョンをちょっとどうだっていうことで、あげたんですね。そんな感じで、その曲をやったりして、それが2日、3日前かな、あげたりして、そんな感じでやってました。ねえ、ということで、そろそろ、チャットの方が来てると思うんですけどもね。何かありますかね。ライド、じゃあ上からちょっと質問答えますよ。ライド何インチが好きですか？渋いね。ライドシンバルってこれね、これ。このライドシンバルね。これは、いいか、4画面でいいか。ライドシンバルね、私はね、なんとですね、19インチを使ってるんですね。19インチ。ずいぶん半端でしょ？普通はね、20インチなんですよ。で、20インチってのは、一番トラディショナルなサイズだね。よく、あるサイズなんですけど、私はですね、このカップ君をよく叩くんですね。なので、カップがね、遠くになると、すごく手が疲れちゃう。腕をこうやって伸ばしてるんで、だいたいね、こうやってね、ドラマはみんなわかると思うんだけどね、背骨と肩甲骨の間のここのね、筋肉が結構張ってきちゃう。で、それが嫌で、私は19インチのライドにして、ちょっとちっちゃくして、で、クラッシュでもドーンっていけて、カップも近い、セッティングも近くできるってことで、そういう感じのにしてますね。19インチ。なかなかないですね、19インチのサイズね。どっかに探せばあるとは思いますけどもね。そんな感じですね。おすすめのベルってありますか？おすすめのベル？おすすめのベルはね、私、マイネルってシンバル使ってるんですけど、マイネルのベルとかいいですね。非常に抜けのいいベルで、一番最初のね、インデックス。トリックスの1枚目のインデックスアルバムで、リコレクションとかで使ってますね。ココ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 とかって言ってね、
そんな感じでおすすめします。はい。サンバキックでのソロをお願いしたいです。サンバキックでのソロ、サンバキックでのソロ、サンバキックでのソロ、なんか上でやれってことだよね。じゃあちょっとサンバキックとなんかやってみようか。まあソロっていうかね、なんかちょっとグルーブ系っていうか、まあ別に、これ見えてるよね。大丈夫だよね。はい、なんかやってみるよ。サンバキック。渋く終わってみた。 まあサンバキックね、何て言ったらいいんだろう、今ちょっとこうメロディックなアプローチしましたよね。メロディック、私のドラムソロっていうのはどうやらなんかメロディーによく聞こえるなんて言われてて、まあ作曲家なんでね、メロディー好きなんですよ。メロディーがね、なんかこうモチーフがなんかあるとすごく楽しいんですよね。まあ例えばトン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 、まあ何でもいいよね、何でもいいんですけどもね、こう。メロディーに聞こえるでしょ。メロディック。もうね、メロディーのエッセンスがドラムに入るとね、ドラムソロがね、もう途端になんかこう飽きなくなりますよね。これね、おすすめします。まあなんかね、一個ね、テーマを決めて、それをね、ちょっとずつ崩すっていう俺やり方をするんだけども、まあそういうのがありますね。だいたいね、ちょっとじゃあこれ、ちょっと私のよく使う大切な、誰にも言ったらダメだよって結構みんな見てるよね。見てる人以外は絶対言ったらダメだよって言っても結構見てるよね。っていうこれはもうどうでもいいんですけどね。2.5の法則っていうのを私は使ってるんですね。2.5の法則。これ一体何なんでしょうかねっていうことなんですけども、それは反復をする。反復をするときに、1回やって A っていうフレーズを1回やりますね。そしてもう1回やります。そしてもう1回半分だけやりますね。2.5ですね。で、2.5から次に抜けるんですね。脱出するんですね。わかりますよね。2回やって、2回半やって抜ける。ちょっと聞いててくださいね。いきますよ。いくよ。わかりました？2回半で他の方に進みましたよね。ということで、1回目をやると人間は、あ、こんなフレーズをやったんだって聞けますよね。2回目やったら、あ、同じのが来たかなって思うんですね。で、3回目に来たら、あ、3回、あ、またやってるって思った瞬間逃げるんですね。これが2.5の法則。言っちゃった、これ。これ言うのすげえ迷ったんだけどな、言っちゃったよ、どうしよう。ということで、ドラムソロとかそういうとこでこれを使うと、やばい。完全に人に優しく、
そして分かりやすく、しかもストーリーが作りやすい。やばいね。言っちゃった。やばいな、ほんと言っちゃった。もうやばい。ということで、そういうことですね。2.5の法則。これ、いろいろ使ってみてください。さてさて、お次は何でしょうか。これさ、あれだね、チャットがガンガンずれて。なぜハイハットは真ん中に、その前、応募ではないんですかって、絶対にグラム、俺一応っていうか、俺、一応プロなんだわ。だからね、応募できないの。てかね、初心にね、帰りたかったって気持ちもあったの、実は。初心に帰ってね、なんかこう、やってみたいなーって気持ちもあって、それでね、ちょっとね、応募はしないんだけどね、出してみたんですよ。で、なんかね、みんなね、上手い人いっぱいいるのよ。応募してる人が。でね、ああ、素晴らしいなーと思ってね、なんか、元気をもらっちゃったりしてね、すごくね、初心に帰れました。逆に、この場を借りてね、動画を出してた方たちにね、本当、感謝したいですね。非常に私ね、いい気分になりました。本当に戻った。10代後半に。ね。ということで。なぜハイハットは真ん中になるんですか？簡単に言いますよ。こうやって重なってるじゃん？こうやって、普通は。で、これ重なったら上がんないよね、これ左手。もうね、これがね、もう嫌で嫌でしょうがなかったの。もう、上がんないよってもうね、いつも思ってた。高校生の時から思ってた。それで、ね、ずっと、いやいやじゃないけど、嫌だなと思ってずっとやってたのよ。カシオペの時代も嫌だなと思ってやってたの。トリックスの時は変えてたかな？いや、変えてないわ。トリックスの時も最初嫌だなと思ってやってたんだけど、途中からこれになってご機嫌だぜみたいなね。やばい。相当これやばいよ。おすすめします。なかなかセッティングできないけどね。まあ一応できたらやってみて。OK。あとは、スインペダルを踏む時の1打目は、右または左。ああ、そうそうそう。これね。フュージョンドラマーは大体ね、ツインペダルを踏むときは大体左リードなのよ。で、なんでかっていうと、左手で8分音符踏んでるじゃん？割とそういうフュージョンドラマーが多いよね。だからそのまんま移動できる。ということで、まあ、ちょっと見せるよ。わかる？こういう感じで、プログレ系とかロック系の人たちは左リードの人はあまりいないね。割と右リードでこうする。まあこんな感じ。今ちょっと乗っちゃってすげえ速いの、ドゥクドゥクバーンとかでやっちゃったけど、右リードね。だからもうこれね、好き好きでいいですね。ただね、左足を8分音符でこれでこういう感じでやった場合は、こうオープン系が使えたりするよね。8分音符だからチーとかってできたりするの、こうやって。こういうのができるよ。これはね、なかなかいいかなとは思うね。なので、俺は曲によって使い分けてます。割とこう、ロック系だったら右足リード、ドフュージョン系だったら、左リードにしてますね。まあ、そんな感じですね。はい、ということで、お次は？そうそうそう、これね、俺のオリジナルのライドなの。スカイライドって言ってね、スカイ、空、いいね、空、みたいな、そういう感じでね、まあ、こう、抜けのいい感じのね、カップとね、ちょっとダークな感じ。なんかこれさ、なんかさ、かっこいいとか、うめえとかさ、すげえとかってこう書いてもらえるとさ、すごい嬉しいのよ、俺、はっきり言って。っていうかね、ライブとかやってて、なんかね、意外とね、なんかそういうね、生の声ってね、聞けないんですよ。だからやって、お客さん、わーってこう喜んでくれて嬉しいんだけど、いやー、今日のあれが、あそこが良かったねと、意外とね、ライブやってもね、声が聞けないんですよ。なので、こういうこと言われちゃうと、ちょっとおじさん嬉しいな。ということでね、お次に行ってみましょうかね。
お次は何かありますかとか言ってもうね、時間が経っちゃうんだな、これね。もう15分経っちゃったね。ということで、なんか、質問あるかな。結構、来てるね。サンバキックそうですが、裏でハイハットキープするには、サンバキックも、裏でハイハットキープするにはどうすれば練習ですか？はい。いきますよ。まずね、これね、これでしょ？これ大体ね、左足を最初ね、8分音符でそのままガチ踏みすんの。要するにこういうこと。これ。わかりますね？で、その時にポイントは、サンバキックじゃなくても、この左足をね、8分音符で踏む時のね、超重要ポイントいきますよ。ここの股間の筋肉は使ったらダメなの。これね、結構みんなここの足でこうやって踏んでる人いっぱいいるんだけど、ここのコマネチを使ったらダメですよ。コマネチ厳禁ですからね。ここね、本当に使うと足全体をこうやって動かすのと一緒だよね。コマネチの筋肉はここの肩と同じですね。だからこんなことやって足が動かせるわけないんですね。なので、ふくらはぎの筋肉をピクピクとさせて、こういう状態する。ね、つま先はついてるけど、かかとはこういう状態ね。で、これが初期設定です。で、これからピョンピョンって一回ジャンプさせますよ。ピョン、なった。ジャンプ、ピョン。これで一回慣らします。なので、基本的にはつま先をつけて、かかとを思いっきり床にこうやってぶつけちゃってください。いったぐらいぶつけていいから。ものすごい俺は実はハイハットは強く踏んでます。ものすごい強く踏んでますね。ということで、これをやってから、最初ね、これね、前踏み。で、ドドンっていうのを入れるときに一発だけ入れる。まずこれだけね、いくよ。一発だけ。ほんで、一発。要するにその右足のあと両足だよね。右足のあと両足。右、両足。右、両足。トントン、トントン、トントン、トントン。わかりますね。トントン、トントン、トントン。これをやると意外とすぐできる。やってみてね。はい、サンバキックでした。オッケー、はい。ハットはスプラッシュぐらいの声ですか？これね。そうです。これね、すごいちっちゃいんですよ。なんと10インチ。10インチのハイハットを使ってる人っていないかな？いるのかな？多分、ほとんどいないと思う。でもね、とってもね、いいですよ。これ、レコーディングをするときに、ハイハットとかね、シンバルっていうのは大体ね、イコライザーでね、ローカットするんですよ。要するに、下の成分を消すんですね。なので、実はシンバルの下はほとんどね、削れてるんです、CD 上では。大体そういうふうに音を加工しますね。なので、そんなにこう下の方はいらない。ということで、これ結構軽い音するんですけど、全然問題ない。ということでね、一つのね、モデルとしてありですね。はい。マイネルシンバルの出会いは、マイネルはね、もともとほら、俺、ヤマハ使ってたんですよ、ヤマハ。で、途中からね、タマに変えれまして、で、そこにタマと、一緒にこうね、代理店というか提携してたのが、タマがマイネルと組んでて、で、マイネルいいよって言われて、ドラムセットをね、ヤマハからタマに変わったから、じゃあシンバルもちょっとよろしくお願いしますということでやりましたね。もうかれこれもう十何年かな。相当使ってるか。17年とか16年。もうタママイネルですね。そんな感じです。はい。今回のドラムコンテストの創作期間 そこ聞く。今回のドラムコンテスト創作期間だね。動画出してんだけど、それは、25日にアップしたんだよね。確か25日の7時か8時ぐらいにアップしたんですよ。で、その日の、25日のね、1時か1時半ぐらいからレコーディングしたの。そんで、結構叩けなかったのよ。難しいでしょ、今回のこれ。ね、バックトゥーザフュージョン。ほんでさ、いや、むずいな、この曲なと思って。ちょっと練習しました。1時間ぐらい。で、1時間ぐらいその決めを、練習して、で、ここがこういう決めなのねって、ちょっとパターンは作りましたね。手順だとか。で、ここはなんかちょっとチャイナかなとか、最初はハイハットで攻めるかと。で、ビート入って、こっちカンカン行って、で、A メロ入ったらちょっと締めるかと。
で、B メロ入ったら、ちいち行くかと。で、ちょっとやって、ドカドカって、こう、ある程度のざっくりしたコンプセプトを決めてやったので、まあ、大体、正味、取ったのが1時間ぐらいかな。1時間か1時間半ぐらいで取った。練習1時間ぐらいで、1時間か1時間半ぐらいで取って、その後、バッチリ、Mac に 画像を取り込んで、いきなり編集親父になりましたね。編集楽しいんですよ。どうやってカメラ割りするかなとかね。まあそんな感じで、まあ大体1時半ぐらいからまあ6時ぐらいかな。大体まあ4、5時間ぐらいですね。そんな感じでやりました。すごく楽しかった。はい。今回のドラムコンテストの曲叩くときに意識したことがあれば教えてください。はい。コンテストだからね、みんな、まあ別に、俺の意見だから、絶対じゃないからね、コンテストでドラムのイベントじゃない？だから、ドラムが目立たなきゃダメだと思うじゃない？で、俺もそれはわかるんだよね。なんだけど、ドラムが目立ってるのに、音楽的じゃなかったら、例えばその後ろのバックのオケね、マウキーが作った、オケと、ドラミングが合わなかったら、俺の中では NG なのよ。要するに、全体のサウンドで心地よくなって、おお、このセクションでこのパターンかとか、このアプローチするのかっていうところで、ドラミング単体でやると光ってる。だけども、オケとブレンドしてる。しかも音楽的。して、そして流れる。流れる。わかりますかね？要するに、山から水が流れるよね、川。ピョーンって流れてくるでしょ？で、水ですから、石、でかい石に水が当たりますよね、ダーンって。で、ドーンってぶつかっても水はなが、な、なんていうの、なだらかに避けて逃げますよね。流れてますよね。あれが自然の法則ですよね。だから俺はその流れるっていうのがすごく好きなのよ。こうガツンって止まっちゃうだとかっていうのは、あまりよろしくない。常に流れてるよね。生きてるんだって流れてるでしょ。すべてリズムですから。宇宙が回ってて、地球が回ってて、心臓の鼓動もリズム。全部リズムですよね。ということで、流れるっていうところをものすごく意識しましたね。それが大体俺のコンセプト。ちょっと長くなっちゃったけど、まあそんな感じですよね。はい。ああ、嬉しいね。もう本当にもう嬉しいこと言ってくれちゃって、もう嬉しいよ。ね、はい。どこだ？どこまで行ったっけな？熊さん、ドラムセット、すごくオリジナリティあるセッティングだと思う。ラックも使ってると思うのですが、熊谷式セッティング法。まあ別にね、ラックね、ここにね、棒一本立ててるぐらいですね。この辺がちょっとごちゃっとしてるんで、この辺をちょっと綺麗にセッティングしてますね。まああとはそんなに難しくないですよ。まあよくある感じのセットアップですね。はい。エレクトーンやってる身ですが、めちゃくちゃかっこよくて見てて楽しいです。ああ、嬉しいね。そのドラマーじゃない人が見ても、なんか伝わってるっていうのは嬉しいですよね。嬉しい。俺も嬉しい。ありがとう。どんな質問にもすぐ完璧に答え、どんな質問。セギュー、セギュー。何？熊谷さんの質問。しかも、ダース・ベイダーさん、すごいですね。いろんなジャンルのドラムを叩いてるかと思いますが、さまざまなジャンルのグルーブをどう使ってます？はい。ドラムのグルーブね、うわ、これね、長くなっちゃうね、サロンね。本当は40分ぐらいで終わろうかと思ってたんだけど、グルーブはね、タイムコントロールですね。ですから、みんなメトロノーム使って練習するじゃない。で、メトロノームを使ってこうやって練習するんだけど、みんなそれにメトロノームに合わせて練習するでしょ？だけど、まあ、簡単に言うと、メトロノームに合わせて練習は一流の人たちはしてないのよ。ゲー言っちゃった。マジかよって今思った？いや、メトロノームとピタッとやる練習もするんだよ。だけど、メトロノームと、まあ、結論から言うと、メトロノームと合ってないのよ。グルーブのあるドラムっていうのは。完全にずれてんの、メトロノームと。ということで、メトロノームとジャストにやれば、かっちりした演奏になるよね。だけど、メトロノームからずれて2つのパターンがあって、1つはメトロノームとずれると心地が悪いポイント。メトロノームからずれても心地のいいポイントってのはこれ2つあるのよ。で、一流どころはいいポイントを
ずれて叩いてるのね。ダメな、あんまりよろしくないドラムっていうのは、ダメな方のポイントで思わず打っちゃってるわけよ。それだけなんだよね。あとは、よく考えたらわかるよ。ね。まあまあ、もう超ヒントっていうか、もうこれしかやってないですから、一流の人たちってのはもうそれしかやってない。はい。タイムコントロールね。タイムコントロール。OK。はいはい。どんどん来ますね。ビーターが、ああ、そうそうそう、ビーターね、これね。そう、これはね、ビーターね、ヤマハのやつなんですよ、これ。なんでかというと、ビーターはね、俺はね、一番軽いのが好きなんですね。軽いと非常にレスポンスが速くなる。だから軽いビーターをちょっと長めにしてます。これでグー。あの、テクニカル系ね。あの、ロックとかじゃないよ。俺みたいなフュージョン系で、割とサクって足が欲しい場合、軽いビーターの方がいいですね。はい、OK。スローとか分、ん?スローとか分解で叩けるがすごい。ああ、はい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 。はい、あとは何でしょうかね。曲全体、はいはい、そう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 、2.5 の方、そう、うん、わかるでしょ ?OK。ためが効いてる。あ、そうそうそう、ためが効いてる。はい、じゃあちょっとね、ための効いてるやつやってあげようか。2拍4拍のスネアが後ろにいるからね。ジャストから後ろに叩くよ。まずはジャスト。素直だよね。うん。あ、タカタカ、パカタカ、タカタカ。はい、溜めるよ。いくよ。わかる?大げさにやるよ。ここまでやったらダメだな。わかる?ちょっと溜めた。タカトコタカトコパー、普通はね、タカ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 、溜めるよ。わかる？あああああ、うんうん、はい、今も溜めた。フュージョンっぽくやるよ。ロックっぽくやるよ。わかったかな。グルーブ、グルーブ最高ということで、はい、お次行ってみようか。うん、例えばその4枚目のアルバムはかなり多くのシンバルタムとか使って、年々、そうそう、あのね、昔もっとね、これのね、倍までいかないけどね、 1.8 倍ぐらいあったんだよね。で、だん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 やってて、そんなにいらねえじゃんと思って、どんどん減らしました。ということですね。いや、本当はね、3点でも別にいいの。タム1個、フロアタム1個、シンバル2枚、でも全然大丈夫。バークリーではね、俺、あの、ハット、キック、スネア、ライドだけで練習してたから、結構それね、あのみんなバークリーの生徒たちやってる。その中でどれだけクリエイティブにできるかだよね。うん、それにこだわった時期もあったね。OK。はい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 、ライブ。ライブって緊張する？緊張するよ。全然緊張する。で、緊張するけどコントロールするね。OK。はい。ためがきてばかりですね。はい。手首、なんでそんなに柔らかいんですか？ああ、なんかね、よく言われるな。手首柔らかいって。やばいかな？ふにゃふにゃ？あんまり力入ってないね。あの、入れるときもあるけどね。割と、あの、リラックスしてるけどね。OK。はい、じゃあなんかちょっとそろそろどう、曲行ってみる、曲行ってみようかね。はい、じゃあちょっとね、1曲ちょっとやってみるよ。そのなんだ、ドラムコンテストの曲ちょっと一回さ、曲かけて、音大丈夫かちょっと聞いて。聞こえてる？また20秒ぐらい待たなきゃダメなんだけどね。大丈夫かな。結構ここで緊張しちゃったりするんだけど、どう？なんでもないかな。大丈夫そう？怖い。大丈夫だと思うんだけど、まあダメだったらダメだって書いてくれればいいか。お、割れてる。お、バッチリ。あ、聞こえてます。バッチリです。ドキドキ。あ、バッチリな人がいるとかって大丈夫なのかな。あ、大丈夫ですね。OK。はい、じゃあ、
ああ、割れてない。割れてないってことは大丈夫だな。OK。なんか割れてる人もいるかもしれないけど、多分ね、ボリュームがなんかそっちのなんか Wi-Fi かなんか多分問題だわ。OK。じゃあ行ってみるよ。よいしょ。はーい。じゃあ、あんまりうまく叩けないかもしれないけどね。行ってみるよ。マウキ君の使った天才だね。彼は天才だと思うよ。行きまーす。来てるか？起きた。あ、ワン、ツー、あ、どうだったっけ？ 思い出した ごめん 忘れてた イントロ忘れてるし。アホー。ちょっと待ってね。よいしょ。なんだこりゃ。なんでここになっちゃうの？ごめんね。あれ？これなんでこれ？ちょっと手間取ってます。よいしょ。あれ？これ。失礼しました。いくよ。タンカタカタカしたんだね。どんなパターンで叩いたっけな。あ、わかった。いくよ。やばい。やばい。なんとかできた はい、イエーイ、楽しかった。ということで、あ、大丈夫ですかね ありがとうございます。ねえ、まあ、あとね、いて、あともう一曲やろうと思ってるんだけども、なんかもうちょっと質問がもしあれば答えるけど、どんな感じでしょうかね。またちょっと聞きたいことがあれば答えますわよ。いや、っていうかね、曲難しいね 本当に。よくあのね、今回の大会でやってる皆さんね、よくあれがんが、よく頑張ってるよね。本当に感心しましたよ、本当に。
だって俺がだって高校生とかの時なんか叩けなかったと思う。もう叩けなかったと思うよ。みんな若いけどね、叩いてますよね。素晴らしい。ほう。はい。ちょっとまた少し質問コーナーやってからじゃあラスト1曲やるね。脳みそ先行のドラムはやっぱりもったっちゃいます。ああ、なるほど。トリックスの中で最も難解だと思う曲は何ですか？トリックスの中で難解な曲ね。難解な曲ね。いっぱいあるけどね。ドラムで言ったらね、難解だったのはね、あ、意外と侍とか難しいよ、侍。侍のパターンはね、みんなさ、足のダブルってさ、こう、これあるじゃん？これってさ、どうしてもさ、一発目の音量が落ちるじゃない？で、俺もね、すごいそのね、一発目の音量が落ちるのがすごく嫌なのよ。で、要するにサンバキックみたいにさ、2発目が拍の、ダウンビートね、要するに、これね、ドーン、うん、これだったらいいのよ。なんだけど、頭2発ね、要するにドドツクタツクドドツク。こういうやつ。これは、一発目音量欲しいんですよ。なんかでもね、どうしても2発目の方がでかくなる。で、2発目の音量をちょっとちっちゃくして、1発目と揃えるとかいろいろやったんだけど、まあ、スライドね、するとどうしてもそうなっちゃう。2発目がでかくなる。っていうんで、侍のパターンっていうのはね、なんと2発を、こうやってね、音量を一緒にしたくてね、右左ってね、バラバラに踏んでんの、こうやって。ちょっとやってみるよ。むず。ああ、うまく叩けてよかった。できなかったらどうしようかと思っちゃった まあ、ということでこれね。という感じですね。まあ、そういうのでね、ダブルとかこういう侍とか難しいよ。はい。フィルインは決めて叩いたんでしょうか。フィルインはね、決めて、半分ぐらいかな。決めてるっていうのはフィルを決めてるんじゃなくて、フィルのコンセプトを決めてますね。要するに、普通にワン、ツー、スー、ドン、ダカドンっていうフィルインが、まあ、定番のやつがあるよね。そしたら、うん、タズドン、タッタタでもいいし、うん、タズドン、ダダスタでもいいよね。まあ、タッタタか、タンタタっていうのとタタンタっていうのは結構性格が違うから、それも結構よく考える。タカトンとか、タカトンとか、タタトンとかね。タタトンなのかタカトンっていうのも結構ちょっと変わるよね、ニュアンスはね。だけどそのコンセプトはタカトンとかウッドン、タカトンとかそういうのはやるね。で、いきなりそういうとこに6連符でブルルルルルとかってそういうのは、その曲に合わなかったらやらない。だからあくまでも曲に合うかどうかを俺は考えて、フィルのコンセプトを決めるよね。そういうやり方を取りますね。はい。体のメンタルはどうなってますか？食事とか睡眠。はい。いいね。てかね、俺ね、まあ50歳なのよ。俺の心の中では本当ね、中学生なんだけど、なんと50歳までそんなに来ちゃったって、もうこんなに来ちゃってどうすんだよみたいな話なんだけどね、体のこと考えてますよ。筋トレもしてるしね、最近ちょっと筋トレやってるから、結構ちょっとほら、ぐっとこう来てるでしょ。まあ、早く寝る。大体まあ、なるべくなら10時半ぐらい寝た方がいいよね。で、食事はなるべくタンパク質を取る。あとは、そうだね。まあ、運動だよね。運動も、まあ、言ったよね。あとはストレッチかな。あとはね、一番ね、ストレスをためないようにしてますね。お散歩したりだとか、ちょっと前までガーデニングやってるとかね。まあ、なんかとにかく、自分のこう、もうね、非常に私はね、神経がもう立ってる人間なんですよ。もう神経がこう立ちすぎて、隣の星まで神経が行っちゃってるようなやつなんですね。で、よくない、はっきり言って。もう神経が立ちすぎるとろくなことないですね。なのでね、ぼーっと行きたいんだけどね、ぼーっと僕行きれないんですね。これ困ったもんで、ね、誰か教えてください、本当に。ということで、いいんだか悪いんだか分かんないんですけどね、まあ、そういうところがあります、自分の性格上ね。なので、まあ、うまくそういうのと付き合ってね、よく活用するっていうの、その神経が結構立ってるところをうまく活用して、32分音符をめちゃめちゃ入れるとか、まあ、そういうのは使えるんだけどね、まあ、いつもそんな状態になってたらもう疲れちゃうよね。ということで、リラックス。もうこれが一番ですね。OK。あとはなんだ？
注目の若手ドラマさんね、なんかね、若手ドラマで、ね、結構ね、今、中国の方でもね、もうね、信じられないよ。今ね、タマがね、グループセッションっていうのをね、タマがやってんの。なんで、中国人のね、子供たちがやってんだけども、もう、信じられないことやってるから、中国人の子供。中国じゃないか、韓国か。なんかその辺、チャイナって書いてあったけど、見てみて、YouTube に上がってるはずだから。もうね、あれ見たら多分死ぬと思うよ。てか、俺がそれ見て死んだ。もうやばい、本当に。なんだこの子供はっていうのがね、いっぱいいるから。参りました。本当にドラムやめようかと思ったぐらいね、危ないでしょ。皆さんもね、試しにね、見たら楽しいよ。ということで、いっぱいいるよ、結構若くてすごいのは。もうどうしよう、もうおじさんどうしようっていつも思ってます。ということで、次はですね、なんですか、カウントなしからのドドって、粒がすごく速くなってしまうって思って、ああ、ドドな。これだろ、これ。ドドはね、要するに、これ詰まっちゃうでしょ？詰まっちゃうっていうのは、要するにこの音が2つこう縮まるってるんだけども、気持ちがただ焦ってるだけなの。だから気持ちでダブルやんなきゃなんないなって思うと絶対に詰まるから。だからダブルやるんだけど、いや、余裕ぶっこいてやってぐらいでいいんだぐらいにやると意外とね、伸びるから。そしたら、ドとパッとかってちゃんと入る。要するにダブルをやるってことでメンタルが壊れて、それをなんとか解消しようと思って頭が走るのね。頭が走るから足が走るのよ。足が走ってるわけじゃないから、頭が先に走ってるから。ここ重要。すべて頭だから。OK？ はい、次は？タムを叩くときに体の重心はどうやってさ、ああ、いい質問だね。まあ、タムはね、当たり前だけどね、こっち側にばっかりやれますからね。ということで、常にこの真ん中。これ真ん中で、状態で、こういう時間ですね。あとはこっちの足を上げたら、当然体はこっちに行きますから。こっちの足を上げると体はこっち側に行きますね。ということで、右足をよく使うってことは体がこっちに行きます。これで距離が離れます。これが。わかりますよね。右足を使えば必ずライドとか叩けば体は左に寄りますから。で、これで遠くなっちゃう。だからそれで左手でこういうところを叩くと、もたるってことですね。なので、この辺のパーツを叩くのが一番バランスが壊れます。ここで叩いてる分には大丈夫ですね。ということで、常に足がどっちが上がったときに、右が上がったら体は左に行く。左足が上がったら体は右に行きますね。ここで距離関係が変わります。これで、まあ、大体みんな崩壊してますから。そこさえ気がつけば全然 OK。はい、OK ですね。はい、胸の、う、あ、はい、フュージョンって手数が多くなりますが、うるさすぎないドラミングや基本ビートを効果でますか？そうそう。とにかくね、フュージョンっていうのはね、音数が多いでしょ？で、音数が多いから、綺麗に入れなきゃなんないわけよ。で、綺麗に入れて、アクセントとノンアクセントの差をつけるってことだよね。要するにアクセントは？ちっちゃい音だったら。こういうことね。要するに。これ今、あんまり力入ってない。でかい音とちっちゃい音のバランスをなるべく均一にしてるよね。そうするとこんな感じになる。っていう感じ。なので、まあ、振り上げのね、振り上げの、高さとか、こういうタップストロークとか、その辺を練習すればできるよね。はーい。OK。さてさて、じゃあ、尊敬するドラマいるよ。スティーブ・ガット。テリー・ボジオ、バーナード・パーディー、あとは、大体そんな感じかな。あ、デイブ・ウェックルも、ビニー・カリドも好き。あ、ジンボーさんも好きだね。あ、ノリダケさんも好きだね。みんな好きよ。上手い人たちはね、みんな上手いですよ。本当に。やっぱり、プロになれるだけの何かを持ってるよね。当たり前なんだけど。みんな素晴らしい人がいっぱいいますから。私もね、日々精進してますよ。本当にね。精進、大事。はい。あとはどうだ？そろそろ曲に行ってみようか。はい。
あ、なに、最後ね、体の軸はどこを中心するの？体の軸を中心するところはね、まあそうだね。考え方がいろいろあるけどね、この骨盤あるじゃん？骨盤を立てる。そうするとこうなるよね。骨盤、今俺半分ぐらい寝てるのよ。骨盤を立てるとね、こうなるんですよ。完全に骨盤が立つ。で、立って、その上に背骨が乗りますね。で、意外とこういうふうにして叩いてる方が、なんていうの？腰に負担はない。ね、大体なんかこうヘルニアになったりなんか結構みんな支障がありますからね。で、背筋が大事ですね。なので、背筋があれば、ここの腹をベローンっていう感じで叩いても大丈夫です。背筋が強い人は。背筋の弱い人はこのベローンってやりながら結構無理な動きをすると、大体腰だとか背中だとかが壊れます。なので、背筋を鍛える。背筋。これね、俺ね、19歳の時にね、俺、腱鞘炎になったわけよ。で、腱鞘炎になってのも1年半ぐらい叩けなかったの。で、針に行ってもダメ、筋トレしてもダメ、まあ、筋トレってこれ痛いところをこうやって筋トレしたんだよね。柔軟してもダメ、ジョギングしてもダメ、全滅。俺のドラム人生終わったなと思ったわけよ。で、諦めきれないわけよ。で、どうしようって考えたわけよ。俺は何をやってないんだ？何をまだやってないだろうって考えたの。そうした時に、試しに背中とか腹筋とか、そんなところなんてそこまでやってないよな、ね。医者に行ったって治んないんだからね。マッサージしてもダメ、針もダメなんだから。まあ、とりあえずやってないことやろうって言って、背筋鍛えてるのね。一発で治ったから。ってことで、体が痛いだとかっておかしくなる人は、大体背筋が弱いから。練習をして、ここの筋肉が、ここ負荷がかかるよね。ここの負荷がかかったら、この上の筋肉でカバーします。で、ここに負荷がかかって、アップアップしたら、ここがカバーします。で、ここが痛いと思ったら、背中が、ってやって、全部最終的に背中と腰の筋肉が、この両腕をこうやってカバーしてるのを、支えるんですね。だから、背筋が弱いと、もう一発でこの辺がもうぶっ壊れてきます。なので、今日から皆さん、ドラマは、ガッチガチ、もうガチで背筋。いきなり、朝起きて背筋。オラー、どうだこの野郎くない勢い。絶対これも重要。一流のドラマーは大体、姿勢のいい人はね、そんなに背筋ないのよ。割とこういう感じの、これぐらいの感じでいる人はね、割と背中結構ついてる。みんな分かってるのよ、一流のドラマは。背筋が重要だっていうの。ということで、思いっきり背筋いってみて。体の鍛え方もあるけどね、タンパク質は絶対飲む。ね、できればプロテインは毎食後。体を鍛えてすぐ飲む。飯を3食食って全部プロテインを飲む。体の胃の中に常にタンパク質を絶対入れとく。それで1回鍛えて3日間放置。確実にでかくなるから。もうね、やり方でね、もう簡単に大きくなります。俺これなんてね、筋トレ4回ぐらいしかやってるんだよ。4回ぐらいしかやってないのにもう結構ドボッとくるね。ここ重要。OK。はい、ということでね、やってみましょうかね。はい、それでは、ラスト曲いきますかね。それではね、今回のアルバムの曲ちょっとやっていいかな？やっていいかなって言ってやるんだけど。はい、それでは、いってみますか。これもね、難しいんだ、この曲な。難しい曲作るなよって話だよね、自分で。はい、ということで、今回のプレゼントの中に入ってるね、AI って曲やります。聞いてくださいね。いきますよー。はい。お、ワン、ト、ホ、ホー。
よこの曲ちょっと高カロリーだなおい、もう危ねえからということでお疲れ様でしたくーやっちまったっていうかえれい曲だなおい、いやいやいや息切れ親父ですということでありがとうございました、長くなっちゃいましたねということでございまして、まあ、こんな感じなんですね、サロンはね、叩いたりね、Q&A やったり、まあ、練習メニューやったりとか、まあ、そんな感じで楽しんでやっております。はい、ということで、ありがとうございました。なかなかとお付き合いいただいてね、本当にありがとうございます。はい、それではもう10時ですね、10時前か。皆さんも明日お仕事の人もね、ありますから、ゆっくりお休みください。ということで、サロン。奇跡のドラム大学オンラインドラムサロン体験2回目でした。ありがとうございました。失礼します。どうもでした。